モンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。動物は食べるためまたは縄張りを守るために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない。鼻を鍛えるんだな。私が断ち切る。やつを逃がそうだ。虫歯ムーを星に変える。先を急ぐとしよう。
しばらくは戻らない方がいいだろう。私たちのこと探してるのかな。迷惑かけちゃったね。
シンラはいねえな。ああ。共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。で、ミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルスオルムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場まで買って。どうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。かなり古いな。共和国とドンパチやってた頃で、この辺りでも戦争したんだね。この星は歴史を遡りゃ戦争ばっかりだった。Thank you.
確実に。
最近モンスターが増えてるんだ。あんたらも気をつけるんだな。最近モンスターが増えてるんだ。あんたらも気をつけるんだな。
最近モンスターが増えてるんだ。あんたらも気をつけるんだな。
こいつは皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。なに、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン。以後お召し置きを。で、今日は、あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな。うーん、さあ。なんと羽毛でピカピカと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を超えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか。もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるって言うなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。
があるんだ。情報量千ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった。ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。6番街のスラムだろうな。ウォールマウ。サムに会いたいの？わかんない。その人パパとママの仇なの。クリン、その話はお客さんにはしないよ。でも今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。
ピコ。アジアプだよね。いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ、
してないし大丈夫だね。むしろたくましくなってる。乗れそうか。今は空腹で気が立ってるから無理かな。でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う。よしよし、乗れるように準備しておくから、それまで外で待っててよ。グラドさん、お前は。僕です、チャドリーです。あれ、もしかしてお忘れですか。よかった、ミッドガルでは数々のバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまでたくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドガルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつてジュノン共和国が世界中に建設した通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。またシンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう、クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。こちらです。起動を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。名付けてワールドレポートです。クラウドさんには世界中を冒険しながら様々な依頼をこなしてもらいます。そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて他に質問はありますか。冒険の依頼を達成することで取得した様々なデータはマテリア開発に使用できます。どのマテリアを開発するかはクラウドさん次第です。一緒に新たなマテリアを生み出していきましょう。ワールドレポートについて他に質問はありますか。 VR ゴーグルを使うことで場所に縛られず、どこでも模擬戦闘が行えるシステム、それがバトルシミュレーターです。シンラの訓練用技術を拝借し、僕なりにアレンジしてみました。
討伐依頼で得られたバトルデータを使ってシミュレーターの方もバージョンアップしていくのでお楽しみに。さらに各地の神話や伝承を解析し、召喚獣も仮想空間上に再現していくつもりです。すでにグラスランドで語り継がれる伝説の巨人タイタンの召喚獣データは解析を完了しシミュレーターに実装しました。よければ挑戦してみてください。ワールドレポートについて他に質問はありますか？どの依頼についてお話ししましょう。この世界にはライフストリームが湧き出ているスポットがいくつも存在します。魔鋼エネルギーに転用するには小さすぎるためシンラにとっては取るに足らない泉なのですが、僕たちにとっては大切な星からの贈り物です。そんなライフスポットを調べることで新たな知見を得られるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？世界には厳しい環境に適応し独自の進化を遂げたモンスターたちが存在します。各地に生息する得意個体を発見討伐しデータ収集をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？各地の秘境には星の知識の断片が結晶化しているクリスタルがあるんです。結晶体に詰め込まれた膨大な知識の中にはその土地で語り継がれている召喚獣の情報が眠っています。クリスタルを解析し抽出した召喚獣のデータを流用することで召喚マテリアを強化できるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？クラウドさん、よくぞ聞いてくれました。実は未知のエネルギー反応を観測したんです。エネルギーを発しているのは過去の異物と推測されるのですが、現時点では正体不明。近づけば何が起きるか分かりません。その物質はまだ名前すらなかったのでエンシェントマターと名付けさせてもらいました。まさか名付け親になれるなんて感激です。クラウドさん、ぜひともこの謎の異物エンシェントマターの調査と回収をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか？ワールドレポートについて。通信塔はジュノン共和国が星の営みを観測するためにあらゆるエネルギー反応を収集し、希少なモンスターや誰も知らない秘境や異物といった冒険に必要な様々な情報を提供してくれるはずです。発見した際はぜひとも通信塔の周りにはモンスターが住み着いていることが多いのでお気をつけて。ワールドレポートについて。じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことにより得られたデータをどのマテリアクラウドさんが決めてください。ではでは、世界を巡る冒険の始まりですね。僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。
クラウドさん、グラスランドの大地を隆起する召喚マテリアを生成するためにも、ぜひバトルデータの収集にご協力ください。シミュレーターでは物足りないですか？では引き続き調査報告はこまめにお願いしますね。準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。ま、
お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。そんなもんさ。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリンずっと元気がなくって。妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？いや、急ぎたい。旅、お金かかるよね。うん。何でもや、手伝うの楽しいし。ね。球場なら空いてるよ。レースでも通用すると思うよ。
何か困っているらしいな。え？ああ、お兄ちゃんから聞いたんですね。お花を摘みに行きたいんですけど、モンスターのせいで行けないんです。そうか、お花は我慢できないよね。お花を集めて、これを作りたいんです。お母さんがよく作ってくれたんです。私も作りたいのに、モンスターが増えちゃって、お花のとこまで行けなくて。ねえ、私たち摘んでもいい？もちろん。クラウド、どうかな？私がもっと事件に巻き込まれたんです。そう、よく家族でピクニックをしたんです。お弁当を食べた後、お母さんが花飾りを作ってくれて、すごく嬉しかったな。サムのせいでお父さんとお母さんが死んだってお兄ちゃんが言ってました。でも詳しいことは教えてくれないんです。クラウドさん、ライフスポットを発見しましたね。早速端末を使って調べてみてください。星の知識にアクセスすることでその土地の情報が手に入るはずです。あの泉はライフストリームか。
ットの情報をいただきました。こういったライフストリームの泉が各地に点在しています。エネルギーに転用するには小さすぎるため、シンラは見向きもしませんが、僕らにとっては大切な情報源です。引き続きライフスポットの探索をお願いします。
けてね。引けよ。
に美しい鉱石はありませんか？それらは誘導石と呼ばれ、旅人を召喚獣の祠まで導いてくれるそうです。誘導石は破壊することで導きの光を発します。見つけたらどんどん壊してみてください。誘導石の光を追いかけると、各地で語り継がれている召喚獣の祠が見つかるはずです。その中には、召喚獣の知識が結晶、召喚マテリアを強化するためにも祠の発見およびクリスタルの解析をお願いします。グラスランドにはタイタンの祠があるようです。神話の時代、地底に封じ込められていたタイタンが目覚めた時に大規模な地震が起こったそうです。その地震によって海から隆起した大地がグラスランドになったと言われています。探すぞ！ナウチモ！ナウチモ！ナウチモ！お宝！
てやる。なんでここに。おい、俺たちベグ盗賊団を忘れたとは言わせねえし、スラムでのんびり暮らしていただけなのに何度も襲いやがって。そうだそうだ、おめえらのせいで善良な盗賊団は壊滅だ。そうだっけ。何の話だ。俺たちのスラムは狭すぎた。こっからは世界展開よ。足を洗ってカンパニーだ。何言ってんだこいつ。魔法を見つけた神羅人、俺らもお宝ででっかくなるってわけよ。一瞬に値打ちもってカンパニーだ。とんでもねえ値打ちもよ。見た目はボロいし、どういう物かもわかんねえが、とにかくすげえエネルギーよ。ビンビン感じるぜ。これを売れば。それって、もしかして。てめえらもお宝目当てる。俺たちが先に見つけたんだぞ。値打ちもんは俺たちのもんだ。売るぞ売るぞ。おとなしく渡すんだ。そんな脅しにくっさめたらもうおしまいだ。おしまいだ。ひどい、ひどい。落ち着け。いいか、よく聞け。とっておきの作戦がある。うわ、その名もおとり作戦だ。おとりってなんだ。おめえらのことだ。オンガそうか、俺たちのおとりか。あとは任せた。生きてたら隠れ家に集合だ。できた。やってやる。問題だ。気が打ちだ。ぬるい。届け。調子に乗る。
うん、